地球温暖化対策の一環として、政府が2030年代半ばに国内のガソリン車の新車販売をゼロとする目標を検討していることが分かりました。政府は2030年に販売される新車のうち、ガソリン車の割合を3割から5割に引き下げる目標を掲げていますが、ガソリン車は去年販売された新車のおよそ6割を占めています。こうした中、菅総理大臣が2050年までに温室効果ガス実質ゼロとする方針を表明したことを受けて、政府が2030年代半ばの新車をすべて電動とし、ガソリン車をなくす目標を検討していることが分かりました。電動の対象には、電気自動車や水素で動く燃料電池車、ハイブリッド車が含まれる方向で、年内にも正式に目標を決める方針です。